タニファサウルスは、ニュージーランドや日本及び南極に生息した、絶滅した、モササウルス科の属。ティロサウルス属やハイノサウルス属に近縁である。タニファサウルスオーエニの頭の骨のスケッチタニファサウルス、オーエニは、タニファサウルスのタイプ種である。ニュージーランドのハウムリブラフで、後期白秋、カンパニアンにあたるコンウェイ類層から産出しており、1874年に、 ヘクターが記載した。顎の一部から記載されたタニファサウルスハウムリエンシスとはシノニムであり、名前の優先権はこちらにある。タニファサウルスアンタークティクスの復元骨格。フィールド自然史博物館南極のジェームズ・ロストー・サンタ、マルタルイソーから算出した標本に基づき、2002年に、ノバスラは親族ラクマサウルスを記載した。 タイプマテリアルは2007年に再調査され、ジェームズ・ E ・マーティンとマルタ・フェルナンデスは、ラクマサウルスをタニハサウルスのジュニアシノニムと断定し、ラクマサウルス・アンタークティクスをタニハサウルス・アンタークティクスとして統合した。エゾサウルスという属名が、戦史時代の海生爬虫類に与えられていた。当初は、 重脚類の恐竜と考えられていたが、後に、現在の日本となる海域に生息していた、モササウルスカハチュウルやあるいは恐竜と同定された。タイプ種とされたエゾサウルスミカサエンシスは1977年に、小畑育夫と村本菊夫により確立されたが、2008年まで、公式には記載されていなかった。2008年には、小西拓也や MW コールドウェルらが、 タニファサウルスミカサエンシスを記載した。ありがとうございます。